今日もね、この後またちょっと出かけないといけないんで。12月は、投稿、視聴回数が9641、再生数247ということで、ちょっと増えてる、形ですね。再生数は結構増えてるけど、エスカレーターの動画が増えてるので、やっぱし、動画の視聴時間にはそんなに繋がってないっていうのが現状でしたね。で、投稿本数39本ってことで、ちょっと増えてるのは何だろう、減るのかなと。あ、年末、またあれか、1日2本投稿やったからか。とかっていう感じでしょうかね。で、9641再生っていう感じですね。で、動画としてはエスカレーターの動画。やっぱし、まあ、元に戻っていく感じかな。オッシンジーがまだ残ってますけど、静岡の喫茶散歩がやっぱ入ってくるって形で、こういう感じになってましたねっていうところでございますね。で、こっちの方で見てみると、それだけ間もなくって感じで、総時間も247、登録者は18人増えてるねっていう感じでございましたねと。ねこんな感じで、エスカレーターの動画が、一強時代、がちょっと続いてる感じですよね、ここから。17、48.3% でしょ。で、静鉄で、もうこれが入ってきて、まあまあ、上司ネタも残ってますね。やっぱちょっと、こう、どんどんって、ふーっていう感じのね、まあ、これのグラフなんか見たら分かりやすいですけど、ふーって上がっていく感じの、がね、ふーって上がっていく感じがね、特徴ですよね。この動画ももうすぐ2000再生いきそうなんだ。結構いってますね。っていう感じ。これはどこだって、オフィス新庄を目指していったのに、何だったっけ、どこら辺歩いてた時だ、西岐阜から、あああれか、ずっと歩いていったところですね。なるほど。うん、あでもやっぱちょっとエスカレーターの動画4600再生入ってますからね、まあ、だいぶ、強くなってるなって感じですね。で、見ていくと、どんな動画アップロードとか見ていくと、一宮駅から、コアナに、これはあれか、微細線、だよね。あっちで書いたんですね。対馬経由で書いた時のやつですね。だから、その時は対馬駅。あ、じゃあ、名鉄一の名駅の一番ホームでね、二重待機する、ところですね。違う浮き先の列車が同じホームに止まるっていうね、しかも真逆に行く列車が同じホームに止まるっていう、ちょっとかなり独特な構造なんで、そこのやつですね。映ったし、したのと、でそこから対馬駅に行って、弥富駅に行きの、って感じで、終わりって感じでしたね。で、次が、あれか、伊勢中川で赤福を買うぞっていう動画を撮ろうとしたんですよね。伊勢中川でね、赤福の広告がいっぱい出てるんで、それを見たら、赤福食べたくなるから、伊勢中川駅から最も早く赤福を買う方法を探そうと思ったら、まさかの駅構内で売ってるっていう、駅構内のコンビニで赤福ありますってなっておって、完全に企画倒れになっちゃったから、なんか取らないといけないって言って、ついた名前が、伊勢島赤福、瞑想の旅っていう。何したっけこれ。あんま覚えてない俺も。で、生捨てもやってますけどね。どこ行って伊勢中川で迷って、で、そっから島方面に向かって、宇方行ったんだよ。そう、宇方行ったんで、この動画とか今どうなの、なんかね、おやっぱ今伸びてきてるね。78再生まで来てる。ぐいって伸びてるでしょ。あのね、何かっていうと、これ駅間か。こっちの方があれじゃないかな。でしょ、ガッて伸びてる。563再生まで来てるじゃん、こうやって。まあ、完全に、まあ、グラフだとそんなに途中からグイッて伸びてる感じではないんですけど、うごちゃん効果は大きかったっすね。やっぱ、うがた駅で今イベントで、うがた駅でそのうごちゃんの限定ステッカーの配布とかもやってるっていうので、めちゃくちゃコンスタントに再生入ります。うがたで、まあ、結構古くからね、うがたの動画として上げてあったんで、それが功を奏して、1年越しでですね、功を奏して、これが563再生と、実は、今、まず、好調ですね、という感じだったりします。ありがたい。結構、
この動画絶対ちょっと企画的には弱すぎるんですけど、ちょうどそのあたりを回っておったんで、で、なんだったっけ、赤福ぜんざい食べてね、帰ったよっていう感じだったんでね。まあ、何があれって、このやつって、なんやかんや、マオジャンセを使ってね、その、んごちゃんのやつで、イベントで行ってみて、まあ、他のところもちょっと見てみたいなっていう人とかがね、ちょっと参考にしてもらうのに、ちょうどいいね、あれになってるんでね、赤福ぜんざい食べたりとかね、そういうような感じのやつになってるんで、意外と伸びたな、という。これなんかはどう？これは全然伸びてねえけど、赤福ぜんざい、冷やしぜんざいうまいんだけどな、っていう感じでしたね。で、こっから外ロケしばらくやめるんだっけ、中系入れられてですね、そう。今年の名所、今年のうちにも始まるのか。で、あ、そっか、臨時でね、内々連盟の、件で、ちょっと、まあ炎上ってことでもないですけど、ね、ちょっとツッコミがあったんで、一応そういうの対応動画っていうのを撮ったりとか、まあ、してましたね、っていうのがありました。で、西のどん兵衛を食べるっていう企画をやる、とんざいどん兵衛食べ比べっていう、やつをやって、どん兵衛からの M1 グランプリですね、っていう、一応これ12月の、20日とか21ってことで、ちょうど M1 グランプリのね、時期なんでね、M1 グランプリ向けて、どん兵衛食べて、M1 グランプリをやるぞという、なんだったっけ、味噌ですよね。つけて味噌かけて味噌を、豆腐にかけて、どのつけて味噌かけて味噌がうめえか、まあ、つけて味噌かけて味噌って言うと一つの仲間のやつだけになっちゃうんですけど、他のね、いろんな万能味噌を食べてみようっていう、M1 グランプリが開催されましたってことで、ちょっと部屋取りが続くのかな、コロナ禍で、今年の飯、今年のうちに戻って、で、大失敗、これもなかなか、きつかったですね。っていう企画でしたね。というのがあったりして。伊勢志摩スカイラインとかまで行く。で、今これ、インパワーラインとかっていう名前に変わったんですよね。日産がネーミングライトを取得してとかっていうようなやつがあったりとかしましたね。っていう感じ。という感じですね。これがまあ、12月はこんな感じでしたよと。いうところですよ。他はそんな伸びてきてそうな動画ってないよね。多分この動画とかもそんな伸びてないでしょう。まあまあまあ、ね。ね。上司の動画とか言っとって、やっぱ、こういう感じですよね。うちらしい曲線ではありますね。よいしょ。まあこれが一番うちらしいか。ほぼほぼの動画こうですからね。っていう感じかな。っていうのが、あれでした。まあ一番最初はいかないなぐらいのところでしたね。というのが12月でしたね。というところですね。よいしょ。こんなところかな。まあなんせ、ある程度サクサクと進めていかないとね。これ。いかんせん。あれそうだ。あと1時間で出かけないといけないのに。どうする？あと1年、丸1年ちょいあるわけでしょ？ちょっとさすがにきついか？どうだ？わかんねえ。まあ、とりあえず、どんどん次のやつ行ってみましょうか。2月のやつはこれでやってんだっけ？やってたよね。2023年の2月は。どうかな？どうかな？